モーニングジャム3、4、おもろい家族パート2。この時間はジャパンホーム&健康な体と綺麗な水を守るシャボン玉石鹸、真心を伝える伝統の美やめ人形会館の提供でお送りします。さあ12時になったらモーニングジャムはおもろい家族パート2、おもろい家族のメッセージ紹介しております。はい、今週も大賞に輝いた方には福岡の美味しいお取り寄せ食べんとの一品プレゼント。今週はイタリアンレストランリストランテファンファーレのトスカーナ風魚介の食べるスープカチューコプレゼント。ミシュランガイドにも載っているお店の美味しい魚介がゴロッゴロ入ったスープが家で温めるだけで手軽に楽しめるっていうことなんで、ぜひ頑張っておもろい家族にメッセージお寄せください。そして2月11日土曜日祝日です。夜8時からおもろい家族の配信ライブやります。やったー、ございます、ありがとうございます。シリーズ第2弾ということになりました。スマホでタブレットでパソコンで、はたまたネットにつないだテレビの大画面で家族みんなで楽しめるおもろい家族の配信ライブ、私が着物を着て座布団に座って剣台立てて関西の落語スタイルで名作をよみがえらせます。1週間アーカイブ残すんで何回も何回も楽しめるし、音声のダウンロードもできます。チケット1枚1200円、来週の月曜日売り出しっていうことになってますんで、どうぞよろしくお願いいたします。それまでは聴けるおもろい家族本 CD 付きすごろくで、楽しんでいただければ。あ、そうそう、本というとね、2月3月でちょっと時間見つけて、私一人にはなるんですけれども、サイン会にも伺おうというふうに思っているので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。さあ今日はこの時間大変なメッセージから紹介することにしましょう。はい、こちら男性の方40代ですね。中地岡本さん、こんにちは。こんにちは、初めてメッセージいたします。ありがとうございます。私数日前大変なことをやらかしてしまいました、うん、その日は我が家を新築するんで胸上げの日だったんです。朝8時からだったんですが、ギリギリまで寝てしまってて、はっ、慌てて妻を叩き起こし準備して出かけたのが7時35分。その時に財布の中には免許証、キャッシュカード、マイナンバーカード、その他個人情報満載のカード類、そして通帳6冊、お気に入りのダヴィンチの手帳と、もらったばかりのボーナスと給料に加えてさらに別の現金40万円。まあだからなんだかんだそのね、全部入ってたって、まあ、全部もう全部っていうことですよね。式が終わったついでに、終わったらついでに銀行に預金しておこうとバッグにそれらを入れていたんです。胸上げに必要なお酒やお塩なんかを車の後ろに積み込むためにそのバッグをどこかに置いて荷物を積み込みました。そして意気揚々と出発、走り出して3分後、あ、バッグは、いや知らんよ、なんだと、超高速でアパートに引き返したんです。でもどこを探してもない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 、走った数十メートルの道をずっと探したんですけども、ないない、部屋には置き忘れたかっていうことで家の中を探したんですけれども、ない。ものの 2,3 分の間に車から落ちたバッグがどこにも見当たりません。もう上等式どころじゃない、車、道、部屋、駐車場、どこを探してもない。仕事を頑張って節約してきたそこそこの大金を 2,3 分で失って無一文になりました。元はといえばそんな場所に一時的にでも置いた私が悪いんですが、拾った人に言いたい、財布、手帳、通帳の入ったバッグだったら警察に届けてください。猫ババして得た大金は必ず自分に返ってくる。宮城町のある地域でバッグを拾った人、お願いします、返してください。皆様も街中で財布や通帳が入ったものを拾った人は一時の欲望に負けずに、人の心があるならばちゃんと返してください。どうか私の気持ちがたくさんの人の心に響きますように。いやもう響きましたよ。いやというかね、まあちょっとね、本当そのどこにどうなのかっていうのがまだ
ね、そのよくわからない部分があるんで、うん、もう一度こう探すことと、警察には届けてらっしゃるんだろうなというふうには思いますけれども ね、まあ、通帳なんかはね、そのなんていうか印鑑がないととか、その、ね、暗証番号がないと下ろせないっていうことですから、まあ、すぐに、止めなきゃとかいろいろあったりはしたんでしょうけれども、いやーこれは大変。現金が入ってますからね。まあそうですね、そのね、それも給与とボーナスと丸々とはまた別に40万円っていうね、まあまあその時ね胸上げでいろいろね、なんかあの必要なものっていうのがあったんでしょうけれどもね、いやこれは大変だな。まああの見つかることをお祈り申し上げます。それからあの見つかったら必ずね、あのよかったっていうだけじゃなくって、こんだけあのもうみんながあの聞いちゃったんで、ね、あの見つかりましたっていうご一報またいただければなというふうに思います、はい、さあそれからね、これもいきましょうか。男性の方からいただきました。中地岡本さん、こんにちは。こんにちは。食べることが大好きで、食べ物に異常な執着心のあるうちの親父、母が前日に残り物の肉をもう食べないだろうと時々やってくる野良猫に食べさせるために外に置いてる容器に入れていたんです。そしたら父が帰ってきて、おいここに置いてた肉どうした、猫にやったよバカ、あれは俺が食べるんじゃと言って外の容器から取り戻し、何にも気にすることなく嘘でしょさすがの君も嘘でしょ。嘘でしょ。もうそこはもう一旦猫のものですよ。そうですか。一部始終を見ていた私は、やっぱり親父には一生かなわんなと思いました。昭和の戦前生まれの人たちっていうのは普通なんでしょうか。中地はどうですかっていうことですけどね。まあそのね、猫猫をどんな風に飼ってるかっていうところはないことはないで、俺この前さテレビ見ててびっくりしたのがさ、あの魚って今ね養殖の技術がすごい進んでるんですよね、で、あの本マグロの養殖なんていうのもやってて、はいはい、近畿大学とかやってますもんね。そう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 、それでね本マグロだからさ、その何餌っていうのもでかいわけさ、あの直径5センチぐらいのね、あのまん丸した真っ黒い玉、そう魚粉とかこうね、あのそんな大きいもの、そうそうそう、そんなのをやっぱだってマグロがでかいからさ、そうそうそう、でそれのレポートさかなクンがやってたんですよギョギョギョおいしそうって言ってパクって口の中に入れたんですけどやっぱり美味しいって言って、でその養殖場の人に食べてみてくださいって言って、その人は固くなりに来て、いやそうでしょういやだって美味しいのにって言ってて、すごい、いやだからまああのあもう魚だね、もう魚なんですよね、魚くんはもう魚だなって思いました。食い意地とかじゃなくてね、魚だなっていう、ハコフグになってますからね、もう頭がねいやだからまあね、お父さんも猫になればとか、我々も猫になればそれも食べられるのかなっていうふうに思いますけれど、さあそれからね、これもいきましょうか。女性の方からいただきました。たまみさんですね。中地岡本さん、こんにちは。こんにちは。先日2年ぶりに10歳上の兄と父のお墓参りに行きました。霊園まで車の中で、兄が俺アレルギー持っとるけ黄砂の今の時期嫌なんよ、扁桃腺肥大ですぐ赤く腫れる、兄ちゃん私も扁桃腺肥大で小さい頃高熱のプロやったとよ、すると昔ながらの龍角散が必需品、あと喉に塗る薬も持っとる、私はびっくり、兄ちゃんお父さんも龍角散常に持っとったし喉に塗るやつも家にあったよ、マジか嘘やろ、やっぱ親子倍ね、私たちは兄弟ですか、いわゆる腹違いの兄弟で、まあ、つまりねお母さんが違うっていうことですね、一緒に暮らしたことがないんです。兄が幼い時に離れたんで父のことを知らないことも多いみたいで、父の葬儀以来会うことがなく、父の十三回忌の後に私の母が亡くなったのを人づてに聞いて職場に訪ねてきてくれてからまた交流が始まりました。
ずいぶん前に父が譲ったオーダーのジャケットは筋トレマニアの兄にはパツパツで着れないので私がもらいました。洋服のお直しをしているので同期の友達に肩幅身幅を詰めて袖丈出しの、ピン打ちをしてもらって自分でお直しをして愛用しています。私が幼い頃父がつけていた金のネックレスとブレスレットは兄が譲り受けて三十数年ぶりに見たんですが懐かしかったな。兄ちゃんが死んだらどっちかちょうだいと言っておきましたねえ、やっぱこうね人生ってねこう いろんなところでいろんなこうねご縁がやっぱあったりするんですよね。